船川港は、秋田県小賀市にある港湾で、小賀市中心部に近い船川地区に位置する。港湾管理者は、秋田県重要港湾に指定されている。小賀半島南部に位置し、古くから天然の良港として知られ、交易の拠点、あるいは避難港として利用されてきた。近代的港湾整備については、土崎港といずれを先にするかで、県論が2分され、結局土崎に次いで、 明治末期から昭和にかけて整備が行われた。1951年には重要港湾の指定を、1965年に秋田湾地区新産業都市の指定を受け、木材加工、石油生成工業等の工業団地の立地が進められてきた。1995年に秋田国家石油備蓄基地が完成してから、船川港の貨物取扱い量は、 石油関連が大半を占めることになったが、1999年に石油関連事業所が事業を縮小して、以来石油類等の取扱い量が落ち込み、低迷が続いている。一方で、オガマリーナ、オガマリンパークが整備され、2003年には、オガ日本海花火大会が始まるなど新たなレジャーの拠点となりつつある。港一帯は、港アシスオガとして、 港アシスに登録されている。秋田県内で本庄マリーナに続く第二のマリーナとして建設された。小賀海の駅に登録されている。船川港は古くからの小菓子の中心部に近く多くの施設が立地している。平成22年秋田県公安統計年報3ページ。秋田県。2012年9月5日閲覧。 ABCDEF 日の周辺障害かけた大日向作太郎築港から迎えて60周年築港ゆかりの石踏みから秋田ナンバーワン21秋田県庁ありがとうございます